アムロフ実況ガンダムオンライン実況者はエテポンゲと申します。よろしくお願いします。クリスマスイブ特別企画、ヨーツベ連邦軍リア充爆発、非リア充の底力を見せてやれ、インジャパン2デイズの2デイズもしないけど、朝ね、午前中にね、一度、特別企画動画をね、撮影して、もうすぐにね、編集かけてウップしてるんですかね。今は午後の部と、5時です。5時。で、今回はね、こちらのメンバーで、まずはね、紹介していこうか。最初なんでね。朝のね、午前中の部にはね、さあ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください、これはダメだ。よし、これで OK。まずはね、熱血最高さん。こちらの方はね、午前中の朝の部ではね、参戦していなかったんですけど、はい。まずは紹介していこう。熱血最高さん、我がヨーツベ連邦軍のアイドル。勝手に作っていく。でね、デッキを見させていただこうかな。ジム後期生産型。ジム。で、走行強化にトレーナー。で、宇宙もね、しっかり紹介していかないとね、もしかしたら宇宙のね、参戦があるかもしれないのでね、下田さんと、ジムと、トレーナーと、茶色い、土属性の後期生産型ですね。で、スレイヤーは飛ばして、モナさんとコスタさんは、午前中に、紹介しました。あとは、ナオイさんかな。ナオイさん。デッキ構成は、プロトタイプ、ドブ仕様の、ドブカラーのプロトタイプ。そして、金の陸戦。あとは、ジム。寒冷地用。なるほどな。ジム、金管じゃないな、けど、銀管だな、これは。それとね、宇宙はジムコマンドの宇宙船仕様かな、これは。と、指揮官ジムと。あとは、ベアッカイの両党ですね。で、午前中はね、一人一人の、ポイントの合計を参戦の、3回戦闘を行って合計のポイントでね争ってみたんですが、午後の部、今ね、舞台の参加人数が、今6人以上いるのかな。なんでね、とりあえずまあね、一戦やってチーム戦といこうじゃないかと。この6人のうちのね、3人ずつに割りまして、チームにして合計ポイントの合計を競うじゃないかと。リア充爆発しろ。はい、ちょっと意味が分かりませんが、チーム分けなんですけど、私の独断と偏見で、はい、勝手に選ばせていただきました。まずはチームエテポンゲ、エテポンゲ代表にアイドルヨーツベ連邦軍アイドル熱血最高、そしてもう一人はトナカイヘッドの
直井さんですね。うん、直井さんと熱血さん、熱血さんと直井さんがチームエテポンゲ、そしてチームホモイヤー、チームホモイヤーはもう残りのこのホモイヤーとホモ吉とホモタリオですね。うん。の、チームのね、3人の、合計で争おうと、うん、一戦勝負です。では予約しちゃおうかな。なんか名物の話になってるけど。何の話よ。いきます。うん、まあね、ちゃんとね、いろいろ戦績などをね、ちょっと撮影前に見させていただいて、うん、私の中で考慮した結果、このチームにねしました。チームエテポンゲ、熱血さんと直井さん、チーム、スレイヤーはホモイヤーはホモ吉さんとホモタリオさんで、うん、負けられないぞこれも。チームホモイヤーに負けられるわけやないかな。え、何が年越しそば、年越しに何が食べたいか。エッツさんだって何食べたい。え、年越し今年越しの話だな。年越しかな。年越しの話かなと思う。なんかコシコシ言うてるけど、危険すぎる。もちろん年越しはね、そばに限りますよ、うん、年越しそばだからね、うん、ちゃんとね、私毎年ね、一応起きていたらね、ちゃんと12時にどん兵衛をね、ちゃんとこしらえてね、どん兵衛をすすりながら、うん、すすりながらゲームのね、実況プレイ、うん、を見る。うん、いろんな人のね、実況プレイを見るという。今年もね、今年は、そうだ、去年はどうだったかちょっと忘れちゃったんだけども、今年は、休みなんですよね、年越し。うん、31、1と、なんと休みを取ることができたと。うん、なのでね、ゆっくり過ごせるんで、はい、思う存分年を越したいと思っております。そしてね、今午後だから、スレイヤーさんがね、一人順勝なので、ちょっとマッチングに今バンナムさんが戸惑っているようで、今回のデッキもね、午前中の個人戦合計3戦マッチでね、使ったこのデッキで挑みたいと思います。打倒ホモイヤーで。エロタリオ。もうなんだろうな、この3人はもうトリオでいいよね。もう服装も一緒じゃん。もうね、サンタさん、3人ともサンタ、もうまるっきり一緒じゃん。もう髪型も一緒じゃん。もう、まあ髪型はデフォルトで決定しちゃうのかな、この帽子にすると。うん。面白いわこれ。分かりやすくていいね。うん、サンタね、ホモサンタ VS ね、イケメンと美女のチームエテポンゲ。話は早いな。もう選ぶまでもなかったな、これは。うん、選ぶまでもなかった。
でね、なかなかやっぱり進みませんね。うん、危なかったぜ。ちょっと待ってください。ずれてるぞ、これ。ずれちゃってるな。ちょっと戻そう。はい。戻ったかな、これで。危ないな。よかった。戦闘に行く前で、なんとかよかったけども。がっつりずれちゃってたな。気づいてよかった。なんかちょっと違和感あったんだよな。ちょっとなんかこれ、そういえば、ちょっと急ぎ目でやったから、ちょっとずれてんじゃないかなと。まあ大丈夫だな、これで。戦闘に入る前だったので。待機ボーナス。待機ボーナスで、何みんなもうパチパチパチしてパチパチパチしとこしとこ。なんじゃこりゃ。あとちょっとぐらいかな、あと1分。ちょっとね、一服でもしながらのんびり待つとしましょうか。まあね、チームスレイヤーはスレイヤーさんを筆頭にね、タンク隊長とね、あのトリッキーな動きをするモチさん、うん、そしてね、チームエテポンゲは健全な戦い方をする、まさに連邦軍の鏡というべき戦い方を見せていくスタイル、果たしてどっちが勝つかね。うん。さりげなくいた。なんか、ちょっと流したな、パチパチでなんか流したな。なかなか予約が進まないなけど、うん、今ね、フランチェスカサーバー2212人、やっぱりね、午前中に比べると人数はね、3倍ぐらいかな。うん、朝だいたい900人とかなんで、800人、3×24だから、うん、800人ぐらい、900人、うん。トークスキルで伸ばしてるんだろうなと。もちろん私のべしゃりのべしゃりスキルで。歌っているよ。歌うかいな。歌わんわ。歌ってみたもね。うん、当分今結構間空いちゃったかな。いろいろね、歌いたい歌はね、山ほどあるんですが、うん、あのレールガン、私ちょっとアニメのね、レールガンシリーズにね、とある科学のやつあれにちょっとどっぷりハマっちゃってる感じなんで、はい、ジャッジメントですの。クロコちゃんかわいいよね、ほんとに。あれはちょっと反則だ、ほんと。捕まりたいわ、捕まえてほしいわ。もうちょっとクロコちゃんのね、あのね、画像検索してね、ここら辺に貼り付けておきます。いらんか。結構長いね。4分、ちょっと1回さっき切ったから、うん、もうちょっと長い時間待っているな。あ、ガンダムオンラインで歌ったやつね。逆襲のシャアのね、オープニングになるのかな、あれは。エンディングかな。うん。You belong to me!
ドゥルルルドゥルドゥルルっていうあのあれあれをね全力で歌わせていただきましたが、今度またどっかに不意に差し込んでやろうかな。熱血さんとね、まあせっかくだからね、スレイヤーさんも見せておこうか。スナイパー入れてきたな、スナイパー混ぜ込んできたな、ガチだな。スレイヤーさんのスナイパーはガチだからな。で、モチさん、うん、モチさんガンタンク2午前も入ってたもんな。コスさんはもう変わらずタンク隊長、まさにタンク隊長。待機ボーナスがプラス 50% プラス2、これはパチパチだな、これパチパチだわ。結構待つね、これ倍速にしてるな、多分ちょっと倍速にしないとこれ尺が長くなっちゃう。この際にね、今33枚やりましたね、23枚、全く出てないんですよね。今回引き悪いですわ、非常に。明日にはねガンダムが出るというのに。エテさん100いかなかったら説教。やめてくれ、それだけはやめてくれ。ベアッカイ出た、ベアッカイ出ました、ベアッカイ使おう。なんか自分で自分の首を絞めてしまったな。実況しないから集中できるだと？ハンデ。私は全然ハンディキャップなど背負っておりません。私の本来の、オッケー、きた。参戦ボタンを押してください。支援機の、心にね、クマッガイ、クマッガイっていうのかな、クマッガイでいいのかな、ベアッガイだな。戦闘開始までしばらくお待ちください。クマッガイって、クマッガイって何？なんでちょっと可愛らしくしたん？宇宙だけはやめてね。宇宙と道軍戦だけは非常に勘弁していただきたい。できれば都市鉱山、鉱山都市。戦闘開始までしばらくお待ちください。
完璧だ。まずは先手スループで突っ込みます。ポイチュー丸出しだな、やばいな。にちゃんにね、にちゃんにかかれないようにスループで突っ込みます。失礼。これはちょっと勝てそうだな。そしてね、見事な、あ、見事な召喚部屋ってわけでもないか。うまいことマッチングされてますね。けどやはりうまいことマッチングしてあるわ。さあ気合い入れていきましょう。作戦クリミネーターを起動します。熱血さん、ナオイさん、攻撃を開始してください。ノルマは100ポイントですよ。スレコスモーナには負けんからな。まずは初動はプロトじゃないな。オッケー、オッケー、 P 優先で。出撃する地点を選んでください。なんかぽくなってきたよ、ぽくなってきたよ。初動こっちだな。3人のね、ホモ同盟の3人がね、手を組んだらね、どうなるか。出撃準備が完了しました。ちょっと怖いな、ちょっと怖いわ。準備完了、作戦行動に移ります。ジェムスループ行きます。索敵します。はい、まずは着陸。スループ勢に負けるわけにはいかない。いかにスループ勢を差し置いて先にソナーガンを放てるかどうか。そうよ、どうだ。そして逃げつつね、逃げつつやられるわけにはいかない。早々とやられるわけにはいかないから。そうだ、そうしろ、そうしろ。正解だ、これが正解だ、これがスループだ。よし、ここで索敵を続けるんだ。よし、オッケー、踏め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 踏んでおけ。踏みつつ戦う、踏みつつ戦う。よし、なかなか索敵はうまくいったようだ。初動の索敵なかなかうまくいった。ポイントは見ないようにしておこう、まだ。そしてね、上がまずいな。上が2番取り返そう。指揮官から指示が届きました。2番は取り返さなきゃいけない。めっちゃ出てるよ、めっちゃ出てるよ。あ、そのダメージだ。取り返せ取り返せ、まずは2番取り返すこと、これが最重要任務。録音された。あー、まずいな、まずいまずいまずい。プロトが溶ける溶ける。危ねえ、耐えた耐えた。水中での水ガンはほんとプロトを上回る能力が。やばい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 。ああ、落ち着け落ち着け。ではではお次に参りましょうか。くそ、やはり召喚は違うな、召喚は一味違うな。やはり出撃する機体を選んでください。まあ、召喚に一泡吹かせましょうか。行くぞ。どっちに出るの、こっちだな、こっちこっち。私のね、ざまぁ、ざまぁ、そんな直線的な動きで拠点に突できると思うなよ。2番を取りに行こう。急いで2番を取ろう。3番は
スレイヤーが2番にいるな。スレイヤーが2番にいる。ナオイさんも2番に向かったな。うっ、落ちろ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 、逃げろ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 、よし、あ、やばい、ブーストが、ブーストが、やばい、あーくそー、プロトの耐久力、どこを見ている、敵はここだぞ。何発当てたよ今。こっちはエフバズ、エフバズ積んでんだぜ今。エフバズだぜ。出撃する地点を選んでください。出撃する地点を選んでください。クマちゃん出ようか。これまずいな。スループ、スループちょっと2番の作敵に向かってくれ。行くぞ。行くぞ。6番は直井さんだな。直井さんも、直井さん3番のスレイヤーさんも向かってくる。索敵しちゃえ、索敵しちゃえ。爆撃注意、爆撃気をつけて。これは敵だな。修理マークが出てないから敵だ。踏みながら、踏みながらの索敵、これほどうまいものはない。爆撃注意。くそ、おっ、さすがというところか。1位のマークに、1位のマークがついた召喚にやられたらもう言うことはない。逆にお礼を言わなきゃいけない。戦略兵器運搬、ちょっと初、初クマッカイなんで、初クマッカイ。あ、チャージなんだね、オッケーオッケー。だから、あれだな、基本的には初期型ジムと動きは一緒かな。そういうことだな。あ、オッケー、引け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 、危ない危ない危ない、落ちろ落ちろ落ちろ、落ちる、やっぱ水中苦手だわ、水中ちょっと苦手だ。修理ありがとう、ありがとうございます。まだまだ、ここからが本番だ。よし、直井さん、直井さんについていこう。直井さん、直井さん気をつけて。ここは修理なら任せてください。ナイス、チームプレイだ、チームプレイ。よし、あとはミサイル撃っていくぜ。こっちはミサイル撃って放っていくぜ。爆撃注意、気をつけて、爆撃注意。そこだな。指揮官から指示が届きました。え、なにこれ、出ないぞ、全く出ないぞ。修理は任せろ。オッケーオッケー。あー、やられたか、復活した。オッケーだな。仕方ない、コスさんも修理してやろうか。これが貸しだから、これは貸しだから。ありがとう、助かりました。そこ当たらない。指揮官から指示、落ちろ、当たらないか。どうせやはりロックオンをね、やっぱレンタル機なんでね、ロックオンが上がってないのかな。オッケー、当たった当たった、せい。このピンクのビーム、多分全部クマッカイなのかな。一応ね、確か全適性の、その全地形の適性を得るみたいな、確か特性だったのでね、やはり水中にはびこるのはクマッカイなんだろう。あー、やられたかな。プロとはもうちょっとだな、プロともうちょっと。2番、行くぞ。地獄の底まで付き合うぜ。今キルデスもちょい勝ちぐらいだな。水中に逃げ込んでおけ。呼吸器が破壊されました。この戦艦の陰に隠れつつ、戦艦の陰に隠れつつロックオンされたら、右回りで大きく回り込み、そしてロックオンされた。どこからだ、どこからだ。指揮官から指示が届きました。どこからな。あー、来たー来たー来たー、水ガンが来たー、水ガンが来てるー、助けてー、ありがとう。直撃か、早いね、やっぱり早い。
なんか召喚って感じするわ。私も召喚目指してはいるんだけども。出撃する機体を選んでください。出撃する機体を選んでください。いや大丈夫だ、問題ない。プロトタイプがいればなんてことはないさ。たかが召喚、同じ人間だろうに。やばいな、ブーストブーストやばいな、気をつけて、ブーストやばい、気をつけて、ブースト回復、はいドン。えぇーけどやどや、プロとなめんなよ、プロとの機動力なめんなよ。あ、赤いビームはあれだな、別にプロとでも出せるっていうか、連邦は赤だったっけな。なんかいまいち最近ビーム打ってないから、ビーム系、ビーム系ガンダユニットを俺持ってないもんだろうな。あー、プロトを溶かした。プロト溶かした。回復しに戻るべきだったか。スレイヤーやばい、調子悪い。ざまざま、そのままそのままの状態でいいぜスレイヤーさん。敵が3体、4体、撃っていけ撃っていけ。え、この、え、この、このクマッカイめっちゃやばい。2番、2番は、2番熱血さんだ。熱血さん待ってくれ、熱血さん待ってくれ、急げ、急げ、急いで逃げる。よし、チームプレイ、チームプレイ、これがチームプレイ、これぞチームプレイ。どうやら敵引いたな。仕方ない、諦めたか。多分上凸に切り替えたんじゃないかなこれ。あー修理、修理ごめんね。敵軍戦略兵器、あーやばいぜこれ。急いで破壊してください。敵戦略兵器の起動が確認されました。まずいな、割られたな。指揮官から指示が届きました。1番取り返すしかないな、もう1番取り返すというか1番取るしかないな。拠点が破壊されました。とりあえず1番は取ったぜ。残り 50% を切りました。あ、今の、今のダメ、今のダメ、ダメ。クマンカイめっちゃ良くない、なんか使いやすいぞ。てい、負けません、負けません。あー負ける。シミュレーションより弱い、シミュレーションより弱い。邪魔をするな。修理お願いします、修理を、誰か修理を。くそ、出撃する機体を選んでください。スループ出すか、出撃する地点を選んでください。スループは戦争だろ、行くぞ。あ、これ敵か、もうこれだからな、これがあるからね、道軍はちょっと苦手なんだな。まあみんな一緒か、それは、それはそのこの状況はみんな一緒だからね、苦手も苦手だとかそんな言ってはられないんだけども。赤い点が、赤い点がちょっとちらほら見えてるな、右左、右側、右側、下か、落ちたな、落ちたな、落ちてるな。これも味方なんだな。レーダーもね、カラーっていうか形が一緒になってしまうもんだからね、いちいちちょっと合わせなきゃいけない。うまい戦い方をしていこうぜ。 F バズの使い方もったいないからな。無駄打ちはやめておけ、無駄打ちは減らしていけ。確実に当てられる距離から撃つんだ。ロックオンされた。指揮官から指示が届きました。方向、食らった方向を考察して飛んでいく。こっちか、どこだ、考察できず。くそん、自軍戦略兵器が設置されました。うっしゅ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 、やばいな、蜂の巣、蜂の巣ポジションだこれ、蜂の巣ポジション。ここまでそれは見逃さんわな、さすが大将だわ、それは見逃してはくれないか。出撃する機体を選んでください。クマッカー行こう、クマッカー。
クマカ行くぜ。4番はもう4番安定じゃない、赤やから取られてるやないか。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。スルピッとこ行くぞ。まずは回復だな。まずは回復、まずは回復させよう。ミナの回復が優先だ。指揮官から指示が届きました。修理します。あ、後ろ修理なら任せてください。機体はまだ戦うと言っています。ありがとう。あ、オッケー、待ってくれ。あー、やばい。グレネード、味方か、味方来てる。ありがとうよ。修理するぜ。あー、弾が、ちょっと待ってくれ。弾切れ、オッケー、ナイス援護、ナイス修理援護。機体はまだ修復可能だ。よし、うわー、核微妙だぜ、これ各微妙だって熱いぜこれ。とりあえずレーダーは索敵して先に潰そうとはするけど。どうだ、レーダーはもうないぜ。あーけどやっぱり敵が多いな。これは終わったー。我が軍の敗北です。撤退してください。さあ、戦闘における戦績を報告します。25位、いいね。さすがスループ先生だ。ちょっと先にチェックしようかね。順番に見ていこう、上からね。直井さん18225ポイント、エテポンゲ25位、193ポイント、モッチー33位、161ポイント、コスさん37位、158ポイント、スレイヤー43位、116。不調だってるけね、スレイヤー戦。そして熱血さんが47位の66ポイント。以上だな、以上で全員だな。 OK、 個人の評価を報告します。目覚ましい活躍だ。これは言うまでもないか。本部からの報酬が支給されました。言うまでもないか。開封するコンテナを選んでください。もうワンツーはうちの直井さんが1位、2位でね。で熱血さんが6だったかな。うん、まあ言うまでもないな。これはチームエテポンゲの勝ちだな。参戦予約ボタンを押してください。挑発していく。はい、またね、一回動画見直してね、集計して編集で入れたいと思います。はい、まあチームエテポンゲの勝利です。はい、ではお疲れ様でした。